翔平 TV イベント開催、12月28日土曜日、忘年会シーズンですが、忘年野球大会しましょう。年末だけど野球をしたい方、ぜひともメールもしくはダイレクトメッセージにてご連絡よろしくお願いします。そして様々な協賛があります。参加景品じゃんけん大会ありますんで、皆さん僕とじゃんけんしようぜ。さあやってまいりました、芸人最強チームガッチンさん対 MLB 埼玉選抜の試合を今回はお届けしたいと思います。ガッチンさんのピッチャーは大久保 D さんです。130キロプロジェクトをやっているそうです。先頭はアウトとなりまして、2番の内宮さん、はい、こちらレフト前ヒットということでランナー1塁、ワンアウトランナー1塁。そして3番は山内選手、ちょんと当てた打球はセカンドの頭を越えヒットとなりまして、ワンアウトランナー1、2塁となります。そして4番の三浦大和、えぐい打球を打ちセンター前ヒット、これでワンアウト満塁となります。そして5番の渡辺、ガシーンと打った球は一塁ベースを踏みホームに投げアウトとなりまして、ゲッツーとなりました。チェンジとなりまして、バッター M&M の武蔵、打った打球は内野ゴロ、それがセーフとなります。俊足です。そして令和スイングの金城めくる選手、ガシーンと打った球はセンターのフェンチョクとなりまして、送球をするがおい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 と、そしてお次のバッターはショートゴロ、その間に1点入ります。1点先制されてしまいました。そしてお次のバッター三振となりまして、そして次のバッターがサードゴロ、それが送球ミスとなりファーストもフォローできずに盗撮プレーとなり、ここでアウトとなりましてチェンジとなります。さあやってまいりました、大久保 D 対翔平 TV、 最初カーブで空振り、めちゃめちゃいい球でした。そしてお次の球が高めをかけてしまいまして、サードゴロアウトのはずが、金城めくる選手送球ミスでランナー一塁セーフとなります。イニング変わりまして、バッター三浦大和、えぐいファウルを打ちます。そして変化球が抜けデッドボールとなりまして、ランナー1塁ランナー2塁となりまして、次のバッターが三振となりまして、ガッチンの好投手からなかなか打つことができませんでした。そしてバッター翔平 TV、 ここでフォアボールとなりまして、ランナーも進みランナー1、3塁、ここで仕掛けます。ここで翔平 TV がリレードスチールを行います。そして挟まれて頑張って逃げてる間に三塁がセーカント、セーカントとなりまして1対1、同点。翔平 TV はほっとした感じでランナー二塁にいます。次のバッターが打ちました、川瀬選手のヒットで進塁、ランナー満塁となりました。お次の少年がショートゴロでチェンジとなってしまいました。さあここで久々登場、イケメンサウスポー山内選手、ナイスボールです。金城めくる君相手に惜しいファール。そして次のボールに注目です。きた、インロー、
インロー、ビタビタインローで見逃し、ナイスピッチング、最高です。はい、今回はここまで。次回は翔平 TV が登板しました。次回の動画を楽しみに。また見てね。プレゼント企画もやってます。こちらのバットを1名様にプレゼントしたいと思います。はい、14cm 740g、 トップバランスですね。応募条件ですけども、ベイちゃんのチャンネル登録、そして翔平 TV のチャンネル登録、熱い熱いコメントぜひともよろしくお願いします。でこちら当選者発表ですけども、12月の25日クリスマスに発表したいと思います。僕からのクリスマスプレゼントということで、こちら熱い熱いコメント、もう何回でも OK、 熱いコメントぜひともよろしくお願いします。それではあらしゃ。まあちょこちょこ今連絡が来てるんですけども、告知というか、お話を軽くしたいんですけども、最近ですね、野球教室や少年野球、中学野球の取材やイベントに呼ばれることが多くなっております。まあ、この時期はもう、ね、11月12月オフになると思うんで、そういうイベントがあると思うんですけど、まあ、そこにぜひとも土日であれば参加できると思うので、積極的に呼んでほしいなというふうに思いました。一生懸命やってる人を僕は応援したいと思ってるんで、野球教室、野球チームの取材、大会の取材、イベントなどなどあれば、気軽にメッセージを、こちらメッセージを送ってもらえれば、都合をつけて、取材行きますんで、ぜひとも呼んでいただきたいと思います。はい、では皆さん、ぜひともグラウンドで会いましょう。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。本日のご視聴ありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったら、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっておりますので、フォローの方よろしくお願いします。今後動画でやってほしいことがあれば、コメントにどんどん書いていってください。お願いします。また見てねー。